やあ、復讐の続きを始めましょうか。いざ、映画ドラゴンボール Z 復活メイクの公開記念イベントが行われました。孫悟空、孫悟飯の声を担当する野沢雅子さんらおなじみのキャラクターを演じる豪華声優陣が登場。貴様を倒すのはこの俺の役目だ。会場を盛り上げる中、突如イベントに乱入してきたのは、この映画の応援団長、ダチョウ倶楽部。本作の大ファンという彼らを代表して、上島竜兵さんが悪の帝王フリーザと対決することになったのですが、よし、いろいろ武器があるからな、いくぞ。クルリンパーパッ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 わー、絡みづらいなお前。ダチョウ倶楽部の3人は7時30分頃の目覚ましじゃんけんにも参戦してくれます。